ゾイちゃんのブラジャーだ。で、え、カメラもう回ってんの？嘘。はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。バイオハザード7。では前回の続きからやっていきましょう。あ、ちょっとこれね、戻しとかないとね。で、これ別にあれだよ。下着を取ろうと思って、取ったわけじゃなくて、ほら、こうやってアイテムの表示があったから、取ったら、まあ、下着だったっていう。まあ、ただ、それだけのことです。まあ、決してね、下着泥棒をしようと思って、やった、というわけではないということを、皆さんには、ご理解いただきたいと思います。あ、だから、これあれだよ、自分の、彼女の家に、まあ、一応着替え置いてあるわけじゃないですか。で、まあ、それがどこに入ってんのかちょっとわからないふりをして、彼女の、下着が入っているタンスを開けるとか、そういうことは一切やってないんで、俺は。あれ俺の下着っていうか、俺の着替えってどこ入ってたっけって言いながら、彼女の下着が入っている、タンスを開けるとか。そういうことはね、本当一切やってないから。そこは本当、皆様には、ご理解いただきたいところだと思います。じゃあちょっと続きをやっていきましょう。で、コメントでちょっといただいたんですけれども、このね、階段と階段の間に、なんか、剥がせる壁があって、そのね、奥にね、アイテムがあるみたいなんですよ。で、それがね、ここです。まあ、ちょっと、確認はしてきました。あ、ここにあるんだなっていうのは。これさ、よく剥がそうっていう気になるよな。あー、あるね、木箱、これだ。すげえいいのが入ってそう。ほら、リペアキット。あ、これは、銃直せるね。壊れたハンドガンあったけど。リペアキット、応急用の工具箱。最低限の修理用金が入っており、壊れた武器を直せそうだと。あー、なるほど。でね、まあ、俺はバイオハザードシリーズ、一応ね、ナンバリングタイトルは、全部やってて、これはね、ひらめきましたよ。いや、何をひらめいたかっていうと、ハンドガン手に入れたじゃないですか、壊れたハンドガン。で、これが直せるんすけど、実はね、もう一つ壊れた重火器があったんですよ。わかります？そう。ショットガンっす。壊れたショットガンがあったじゃないですか。でね、多分ね、これもね、直せると思うんですよ。で、まあ、普通の人っていうのもあれですけど、お、これでハンドガン直せるじゃんって、多分ね、思うんですけど、これ実はショットガンも直せて、で、ショットガンはね、強いはずなんですよ。あ、そうか、これ、変えないといけないのか。でも、ショットガンに使っちゃう。これでしょ？壊れたショットガン。ほら。で、ハンドガン、まあ確かにね、ハンドガンもハンドガンによって性能が違うんで、どっちがいいかね。ちょっとこのショットガンをね、俺的には直したいんだよね。リペアキット、合成します。あ、これ、できるよね。壊れたショットガン。旧式の2連ショットガンか。装填数が少ないが、威力は高いと。いいね、ちょっとこれやろう。おぉ、ショットガンが2つになった。で、ショットガン2つ持ってる必要はないんで、てか、置かないといけないのか。置く方、間違えないようにして、こっち。で、ショットガンは、これを装備すると。おぉ、かっこいい。2連か。弾が2発しか入ってないね。そうするとだよ。ここで、スタビライザーを使いましょう。弾が2発しか入ってないってことは、やっぱり頻繁にリロードを繰り返すはずなんで、このショットガンにスタビライザーをつけていきましょう。どう？このバイオハザード熟練者っぽい。いや別に熟練者じゃないんだけど。前回多分、もう預けちゃったんだ。ほら、壊れたハンドガン。ね、リペアキットがあれば修理できそうだって言って。まあ、リペアキットで修理もできるんですけど、まあ、このショットガンもね、修理して手に入れることができたんで。で、多分ね、リペアキットまたどっかで手に入るとは思うんですよね。さて、じゃあスタビライザーも出しましょう。で、この2連装ショットガンを強化していきます。スタビライザー。アイテムを使用。あ、何スタビライザーって。そういうのなんだ。まあ、確かになんか、コメントでもあったね。なんかスタビライザー使うと、なんだっけ、ステロイドみたいな感じで、自分を強化するものだと思ってましたって。でも確か従来のやつだとさ、銃に使ってたよね。銃火器に使ってたと思うんで、まあ、ちょっと今回の、
あれはリロード速度、あ、いいね、これ全部上がるんだ、それはいいな。いや、これは全然気づかなかったな。そうか、なんかコメントで違うと思いますみたいなの返しちゃったけど、すみませんでした。全然俺の認識不足だったね。じゃあそれではいよいよ、間違えた、こっちじゃない、先のこっち球間1階に進んでいきましょう。いやー、このショットガン20発か、頼もしいね。いや、それでもさ、やっぱさすがにさ、ハンドガンに切り替えとこう。乱射するのはね、あまりにももったいないんで。でかな、やだな。あ、ここあれじゃん、ミアがいたところじゃん。あー、なるほどなるほど、覚えてる覚えてる、ミア来たよここで。てか待って、マーガレットが、あ、木箱ある、木箱ある。ちょっとこれはさすがにナイフ。お、いいね、ショットガン弾いいでしょ。特に何にもない。こっちは暗いね。地図的にはどうなってる。まあまだ作られてないか。で、ここは特に何もなしと。では中へ入っていきましょう。ハンドガンに切り替えて。え、何こいつ、虫がいるんだけど。ちょ、何、ちょ、待って拳銃使っちゃったけどさ、これナイフの方がいいよね多分。ああ、なるほど、こういう虫がいるんだね。あそこにもいるよ。でっか、これどんくらいでっかいの。お、いいねいいねいいね、よしよしよし、まあ、振り回す方が当たりやすいか。虫だと多分一発で倒せると思うんだよね。ここはいけんだけど、これいけなくなかった前、ミアの時。え、てか何これ、え、これ何、蜂の巣みたいなのがあんまつかない方が良さそうだね。あ、ここに、うん、ちょ、え、ああ、なんだ、閉めた音か。そうさ、勝手に閉まる音とか超嫌なんだよね。この先も暗いね、ただ。あ、これ別にあれか。キーピックで開けられるわけじゃないのか。キーピックはちょっと預けてきちゃったんだよね。え、ちょっと何これ、本当に。あ、ある。固形燃料。うん。で、虫の音がして嫌だな。あれ、この先どうなってんの？え、ちょ、待って、超嫌だ、超嫌だ。あ、いけ、うわ、何これ、キモ。え、ちょ、あ、いた、何、待って、あ、虫が来たのね。あー、これはちょっと、後で来よう。え、ちょ、待って、あ、え、1802年2月8日、ちょ、これ、マジナイフ振り回しながら行かないと。1802年2月8日。これ日付的なものちょいちょい出てくるよね。これあっち側か。ああ、そういうことね。なるほどなるほど。うわー、やだな、ちょっとこっちとかマジ開くね。なんか書いてあるよ、しかも。2階に行くな、あの子が待っている。え、誰が書いたの。いや、ちょっとほんと嫌だ。2階ってどこ。2階なんてあったっけ。え、何これ。2階に行くの、あの子が待ってるわ、ちょっと分かるとして。え、何この虫。え、すげえ。またここにもいるよ。駆除していこう。よしよしよし。いや、いっぱいいるね。虫だからさ、それはいっぱいいるんだけどさ。こっちとか行けんの？うわ、いた。ほら、これマジ何、無理。いや、これはナイフじゃ無理か。さすがにこの数は無理だね。で、そう、ここに入ってったの。ここに入ってって、うわー、やだな。で、ここ隠れましたよね。で、隠れて、ちょっといきなりなんかマーガレットがさ、出てくるとか、ここ行けんの？これ行けるわ。マジ行けるわ。イエー、こっち行ってみる？あっちはなんか映写機があったとこだよね。なんだこれ、虫がいっぱいいるね、ここ。あ、なんかあるよ。ああ、固形燃料。あ、固形燃料が、なんか使えるんだな。さて、これも木箱か？
あ、違う違う、普通に置いてあるわ、ショットガンの弾。ええ、ちょっと待って、どうなってる？あれ、これこっちに行ける？ああ、また、また、ちょ、待って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 。ああ、ここが通じましたと。あ、それでこっちが行けるようになったの。ん？なになになに？なにこれ？腹筋も。え、これ何？どうせ今。あ、痛い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 。今どれだけ減ってる？あー、でもそんなダメージ的にはないんだね。え、これ何？駆除できんの？え、駆除してるこれ。ほらほらほら、あれ気持ち悪い。あ、でも減っ、え、減ってる？減ってるよね。もう倒した。うふふ。こんな、え、これ何これ。え、減ってるよね、いなくなってるもんね。あ、間違えちゃった。すぐね、このアイテムを開くのと地図を開くのね、間違えちゃうね、ボタン操作を。あ、あ、あ、いいね、いいね、いいね。燃料がもったいない。お、薬液と、薬液強。あ、これいいわ、これはすげえいい。あ、ここが開けられる？ん？これキーピックか。あー、キーピックのね、数がね、ちょっと少ないんだよね。今1個は持ってるんですけど、あ、ちょっと体力減ってる？少し、あれがあるね。減ってるマークが出てるね。あれ、こっち側、来れるね。ミアの逃げた方に行けばいいんだか、ちょっとこっち来ちゃったけど。こういうのさ、なんか絶対また怪しいのが入ってるよ。一応開けとくか。うわぁ！なに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 、虫？うお、びっくりした。ちょ、待って待って、飛んでる。あ、いる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 。この野郎、超びっくりしたわ。くっそ。ああ、まったく。で、こっちにもあるね。精神刺激薬か。キーピックも、あ、ちょっと取れなくなっちゃったよ。これ以上持てない。どうする？固形燃料っていうのかな。メタノールを主成分とする可燃液を凝固させたもの。着火すると激しく燃焼する。そのままでは使用不可。あー、使えないのか、そのままでは。まあ、薬液がいっぱいあるなー。キーピック、ちょっとここにあるっていうことを覚えておこう。さすがに捨てれるものがない、今は。で、とりあえずここはなんか虫がいるからナイフを持ってた方が良さそうだね。またなんかあるよ。こっちとかなんだよ。どっち行く？これ、え、なにこれ？つついてみようか。ほら。おりゃ。あははは。虫から出てきた。ごめんなさい。ごめんなさい。すいません。申し訳ないです。で、こいつは追ってこないね、あんまり。ま、自分の住処を荒らされなければ、それでいいということか。これ、あっち側行けない？ちょ、待って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 。すいません。申し訳ないです。ほんとごめんなさい。こっち行こう、じゃあ。いや、さすがに。あはは、もうさすがに減ってきたな。黄色くなっちゃったよ。あ、虫いる？虫いる？ちょっと虫いるっぽい、虫いるっぽい。ほら、まだいるね。飛んでる、飛んでる、飛んでる。もういないか？じゃあこの、ところに行って、またなんか置いてあるけど、これ取れないよ。あ、バーナーノズル。あ、バーナーね。なるほど、なるほど。バーナーがあるけど、ちょっともう持てないよ。薬液とかどうしようかな。だってこれもハーブでしょ。いやー、持ってないわ。固形燃料と薬液強をちょっと混ぜちゃう。違う、薬液強じゃない、普通の薬液だよ。これ混ぜるでいいのかな。アイテム合成します。ああ、そうだよね。強もあるよ。お、何これ。上位弾、グレネード用の薬液。あ、薬弾。着弾すると広範囲を炎上させる。え、グレネード？バーナーの燃料。バーナーに使用できる燃料。あ、ちょっと待って、これ。なかなか重要そうだな。バーナーノズルもでも欲しいよね。ちょっと、アイテム欄、ショットガンとかかな。精神安定剤使うか。精神安定剤使おう。で、あ、まあ、あるよね、アイテムが、と。
まずハーブを取って、で、このハーブは普通に使おう。使いますと。で、バナノズルを取って、よし、OK。で、ここはもう、これだけ。で、あとありそうなところは、あそこはあれでしょ？キーピックがあったところ。で、こっちはちょっと行けないから、なんかそもそも行けなそうだしね。あ、痛い。ほんと申し訳ない。あら、あれ？これ何？ガンパウダーか。これ以上持てないと。ただまあ覚えておこう。で、あれ？またあそこにもある。ちょ、待って、虫の音がした。虫、何この虫。これは、あっけ、いっぱいいる。あっち側にいるってこと？こっちまで来たのか。これ、マジどうすりゃいいんだよ。バーナーだな、まず。バーナーだから。バーナーで焼き払うんだよ、これ。いや、減らされるね。ここ、ちょびちょび減らされて、あっちにアイテムが見えるけど、あ、これはこっちに行けってことか。ちょっとこっち側を、いけない。あー、そこね、ちょっと、これ虫がいるからね。ちょっと待って、おら。で、かすかにこう、逃げる瞬間にこう、切り払えるよ。ほら、こう、うまくない？ナイフさばきがうまい。ナイフマスターと呼んでくれ。ほら、これ、いいんじゃん。すげえ。お、減ってる？いや、痛い。食らったけど。これ、痛い、また来た。これだけの数のさ、虫をさ、よくナイフでさ、倒すよな。お、いなくなった？よし。これを、調べて、開けよう。出たー。だってさ、こんなハーブなんてさ、使いたくないでしょ。まあ、一応覚えとこう。ちょっとアイテムがだいぶ、あ、いた、また出てくんのかよ。なに体力的には、ちょっと体力に気を使っとかないとね。精神安定剤、もう効果切れちゃったな。こんなことやってる間に。こっち、進むか。うわお！そうそう。ほんと、そういうのやめてよ。なに休館の緑図があるけど、ちょっとこいつを排除しないと。いなくなった？え、まだいんのかよ。休館の見取り図取りましょう。よーし。で、ギャラリーに行けるね。ちょっと行きたくないけど。で、ここ開けて。ん？なんか入ってる？あ、違う。このさ、閉めるマークがさ、なんかアイテムかなーって。ここ閉めとこう。シャットアウトしてこう、シャットアウト。で、あ、ない。あれが置いてない。使用するアイテムを選んでくださいって。まあ、なんか置くんだね。これは。で、ここは特には、アイテムは置いてなくて。で、ミアでやったとき、あ、バーナーグリップ。これ以上持ってない。マジか。あれ、ここなんかあったよね。いっぱいあるな。ハーブ。なんでさ、こう、ハーブが捨てられてんの？で、薬液。いや、全然持てねえわ。で、ここちょっと安全地帯だから、ここに座って、ちょっとアイテムを整理しよう。え、牽制のコインとか、じゃあどうする？ちょっと待って、全然アイテムが取れてないよ、これ。バーナーグリップでも欲しいからな。ここは？あれ、こっち行けたっけ？あれ、ミアの時行けなかったよね、こっち。先。あ、何？セーブポイントって書いてある。あ、やった、行こう。アイテムボックスがありそうだから、ちゃんと整えていこう。カセットテープ、何これ？何これ？リュックサックみたいなの置いてあるんだけど。所持できるアイテム数が増えた。あ、やった！あ、やった。すげえ。バックパッカー。あ、アイテム増えた。あ、これめっちゃいいわ。で、かつ、ここは安息の地。安息の地にリュックが置いて、てかさ、リュックにさ、詰め込んだらさ、取り出すのめっちゃ苦労しない？まあ、それは持てる数は多くなるけど、こんな簡単にさ、切り替えらんないよね。じゃあ、まず、薬液関係は置いていきましょう。
じゃあ、牽制のコイン持ってても大丈夫かな。で、固形燃料ね、一応、まだ使わないでおきます。で、バーナーノズルは持っておいて、さっきあそこにバーナーがあったから、ちょっと、ここにあるやつを回収しましょう、まずは。バーナーグリップ取るでしょ？バーナーグリップってこういうさ、重要アイテム取るとさ、またなんか、フラグが立つんだよね。で、ハーブ取るでしょ？取りたくないけど。で、薬液も回収しておいて。ん？あ、アイテムスロットからパーツを組み合わせると。バーナーノズルと、バーナー。グリップでバーナーができたと。おお、バーナー、ガラクタを組み合わせたハンドメイドの火炎放射器。使用には燃料を消費する。あ、なるほどね。ちょっと切り替えて。あすげえな。おお、あ、こ、燃料ね、燃料。なるほど。そうすると3つ今さ、まあ、ナイフも合わせると4つになるね。でもこれは全部持っておきたいよね。ナイフはなんか木箱壊したりするのにいちいちさ、ハンドガンの弾使ってらんないっしょ。で、アイテム数が増えたから、まあでも大丈夫か。バーナーも2マスか。ハーブは使っちゃおう。うん、ハーブは使って、まあいっぱいあるからね。で、薬液は置いておくでしょ。薬液は置いておいて、で、そうすると薬液がちょっといっぱいあるな。これなんか、あ、ソート。ソートってどうやってやんの？あ、こうか。で、バーナーの、ね、燃料から薬液、薬液、薬液と。薬液いっぱいあるね。薬液今日2つか。で、ハーブが、5個と1個。で、サプリメントの、あ、ガンパウダーも割かしいっぱいある。で、下の方に行くとそんなに、常時使うアイテムではなくなるってことか。じゃあそうすると、まず、一応バーナー用の燃料は確保しておこう。で、回復薬はまあ2つ持ってれば十分でしょ。で、ハンドガンはやっぱ持っときたいしね。弾か。薬液は1、2、3、4つあるから、薬液を1つ使ってガンパウダーを1つ取り出そう。うん、これで1個ちょっと。銃の弾を作りますと。あれ？ガンパウダーとハンドガンの弾で競争弾が作れるんだ。なるほど。じゃあ競争弾の方が良くね？あ、でもそっか。あんまり弱い敵だともったいないっていうのがあるのか。それもまたあれだね。いや、普通のちょっとハンドガンの弾1個作るか。で、28発。うん。で、ガンパウダーは置いていきましょう。よし。OK。じゃあ、ガスバーナー、火炎放射器ですね。まあ、お手製ではありますけれども、まあ、手に入れましたので、まあ、多分これを使って、まあ、虫を焼き払っていくという、作業になると思います。それはまあ、ちょっと次回やっていきたいと思いますので、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。